札幌記念は日本中央競馬会が札幌競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。聖章は札幌市長賞、札幌橋協会会長賞。1965年に4歳以上の馬による重賞競争として創設され、札幌競馬場で執行する重賞競争としては最も歴史が古い。札幌競馬場は寒冷地のため当時は、 芝コースが設置されておらず、砂2000メートルで施行された。その後1969年から1974年までは、左回りダート、1975年から1989年までは、右回りダートコースで施行していたが、1990年から、右回り芝コースでの施行に変更され現在に至っている。負担重量は、創設から長らくハンデキャップだったが、 1997年から別邸に変更した後、2006年以降は実力馬の参戦を流す観点から定量に変更された。1984年のグレード制施行により議員に格付けされたが、1997年から夏季競馬開催では唯一となる GII に格上げされた。GII に格上げ後は、 開催時期の関係から下記に開催される数少ない定量戦であることや賞金の高さから過去に GI を優勝している馬や後に GI を勝利する馬が本競争に出走するなど過去や未来の大レースと密接なつながりを持つ競争となっている2006年からはサマー2000シリーズの第4戦にも指定された2009年からは国際競争となり外国馬も 出走可能になった。このことから関係者の間ではスーパー GII とも呼ばれている。ダートコースで行われていた時代の本競争は芝の GII となった現在と比べても見劣らない存在感があった。地方競馬との交流重賞が整備され、ダート重賞が急増した1995年までは中央競馬のダート重賞自体が少なく貴重な。 存在で夏のダート王決定戦の位置づけを合わせ持ち、レースの格や賞金の割にダートの一戦級の馬が出走してくることも多かった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、定量2021年の一着賞金は7000万円で、以下2着2800万円、3着1800万円、4着1100万円。 5着700万円。1着賞金の7000万円は中央競馬で施行する GII 競争では最高額となっている。コース種別を記載していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。1974年までは左回り、1975年以降は右回り。札幌記念という名称の競争自体は 1947年から札幌競馬場で行われていた。この札幌記念競争は第二次世界大戦後に札幌競馬が再開された1947年から1964年まで距離の変遷や中断を挟みつつ施行されていた。競争条件は4歳以上、負担重量はハンデキャップで現在のオープン特別競争のような扱いになっていた。JRA では この競争を現行の重症競争、札幌記念の前身としていない。この時期の札幌記念勝ち馬には、土佐みどり、初代ひしまさるなどがいる。各界競争結果の出展、ありがとうございます。